ポチ。皆様どうも、いらんからくてダラダラプレイヤーのおじさんでございます。昨日からちょっとグレン祭っていうイベントが開催されておりましてね、まあ、8月5日からグレン祭っていうのが開催されているわけなんですけども、今日ねっていうか、ちょっと5日の夜っておじさん具合悪くてね、全然ログインできなかったので、今日8月6日の土曜日朝なんですよ。で、今7時ぐらいになっちゃったんですけど、ちょっと6時ぐらいに家帰ってきて、まあ、小1時間ちょっとグレン祭のねシーズナルイベントを やっていたんですけど、ちょっとね、まあ、本当はこの下りも今っていうか1時間前に撮ったんですよ。今日はグレン祭やりますっていう下りをね、録画してたんですけど、ちょっとね今回ネタバレがあるんですよ。なんていうのかな、まあ、ネタバレしてもいいっちゃいいと思うんですけど、意外とね面白かったんで、極力ネタバレなしでダイジェスト的な感じでザクザクカットして編集すると思いますんで、まあ、こんな感じのオープニングを撮らせていただきました。はい、うん、まだエモートがねこれいくつかもらえるらしいんですけど、ちょっと自分まだこれ1個しか撮ってないので、まああとは繰り返しいろいろやって集める感じなんですかね。というわけで、まあちょっとよくわかんない動画になってますと思いますけども、でも日本語もおかしくなってきた。はい、よくわからん動画になってると思いますけども、どうぞご覧ください。ね、リムさんのここでなんか受けれるらしいんですけど、これね、昔なんか前もやってたよね、グレン祭ね。浴衣着てるね、この人たちね。今年はミンフィリアいないのかな？あれ違ったっけ？グレン祭じゃなかったっけ？Q14 時代のミンフィリアがいたんだよね、ここにね。なんかのイベントの時に。はい、でグレン祭っていうことがあって、ちょっとおしゃれしようと思ったんですけどね、ちょっとろくなもん持ってなかったんで、とりあえずゴールドソーサーのねバニーを金ピカにしたやつをね、まあそのまま装備してきたんですけども、どうだろうこれ、浴衣とか着てきた方がよかったかな。まあいいよね、ここにこうやっていたらさ、明らかになんかバイトの人だよね。こうなんか大丈夫、みんなちゃんと店番してるみたいな、人がいないからってサボっちゃダメよっていうさ。でコスタデルソル行けて出たんで、コスタに行ってみようと思います。ちょっとね、どんなイベントなのかって俺今回知らないんだよね、何にも調べてないんだよね。公式サイトっていうかロドストのなんかあれで見たんだけど、とりあえずエモートがいっぱいもらえるっていうのは見たんで、やたらいっぱいもらえるよね。なんかはい、とりあえずリムサじゃねえや、コスタに来たんですけど、ちょっと待った、俺チョコボいつから出しっぱなしなのこれ。とりあえずじゃあ乗るか。乗せて、あっちかな。とりあえず、あ、スイカある。スイカっていうか爆弾じゃねえのこれ。爆弾だよね。事件屋のあれであった爆弾だよねこれ。違う、浮きか、これ。スイカじゃねえや。まあそれはいいや。とりあえず、受けに行こう。俺ね、あれなのよ、ちょっと、なんで今回ね、パッとメインキャラでやったかって言ったら、まだね、あれ、アイスを使うんじゃねえかっていう気がしててさ、まあ、実はね、ごめん、今の嘘、フレンドさんから聞いたのよ、アイス使うっぽいよっていう話はね、ちょっと聞いたんで、ここにいる人、ヨシピーポーズしてる、これか、もらえんの。まあいいや。およく来てくれた、またあんたが協力してくれるってなら大歓迎だって。俺あの人、俺ちょっとあんたのこと覚えてないんだけど、隠れ滝まで来てくれって言われた。早くアビールのマウント欲しいんだけどな。グーレン祭ほい。お、なんか始まった。ちょ、ごめん、ネタバレになるねこれね。ネタバレになるから飛ばそうかな。お巨大な炎獣迫るとき、皆の希望を守るため、戦士の炎を心に宿し、炎も恐れず立ち向かう。響き渡るのぶとい声。びっくりしてるもん。うわぁ。
あちょっとねあの ムービーカットシーンちょっとあえて動画の中ではカットしておきますけど、はい、14のプレイヤーの皆さんはぜひ見てください。ちょっと面白かった。今なんて言っていいか分かんなかったけど面白かった。すごいわこれ、すごいわ。あーびっくりした。うん、まだね14のあの14プレイしてない方はぜひね、ちょっとそんなにこれレベル高くないよね。15ぐらいでしょ。あれレベル30なきゃダメなんだ。まあちょっとどうだろう、頑張って30まで上げて、ちょっと見てみてくださいね。あこれもまたなんか入んのこれ。経験値もらえるみたいだね。ちょっと経験値、ごめん、あの俺貴公子でもらいたい。よしよしよし、これで経験値はねちょっともらわないとね。ダラダラプレイヤーもレベル上げするの大変だから。でこれどうすんの。あこれをおお、放水してなんか火を消火しろっていうこと。なんか結構長いなこれな、結構長いぞこれ。よいしょ、おー水着のルガディン。あこれでなんか乗れってことか。おー LA 夢じゃねえか、また会えるなんて夢みたいだな。あ俺あんたを目指してここまで頑張ったんだぜ、これまで頑張ったんだぜ、俺の晴れ姿ぜひ見てくれよなって。ごめん覚えてねえんだよ俺この人。グレンサイの参加ありがとうございます。レッド、ちょっと待って、話し方なんで変わんだこいつ。一気になんか話し方変わったけど、えこれどは、えどういうこと。あっち行けってこと。どこ、あっちか。これ何、なんか火を消せってこと。へえ、あフレさんだ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 、これフレさんだ。ごめんなさいちょっと動画映っちゃった。すいません、前ねあの動画に出ていただいた方ですね。これを消せばいいってこと。なんで戦ってんのこの人。イフリートのくさびじゃあるまいし、拳で消化する特訓だって中二病にも程があるぞ。中二病ってわけじゃないよな、ちょっとやばい人だよな。拳で消化するってあんた、いやわかんない、エオールゼアファンタジーの世界だからありえんのかもしんないけど、まあ、どうでもいいけど、こんな色してたっけこの乗り物って。こんな色だった、なんかもうちょっと青かった気がするんだけど。俺の前をフレさんが走っていく。よしまた消そう。くっ、またしても我が敗北のようだな。そりゃそうだよ。また燃えたぞ。あ消えた、よし。ちょっと待って、範囲食らうってお前。あ降りちゃった。ん、花火上がってる、花火上がっ、じゃあちょっと花火見してよ。危ないところありがとう、己の不在は君がいなければ。花火結構綺麗だよねオルジアの花火ね。あそう、花火といえばさ、痛かった今自分の足を思いっきり叩いちゃった。あの花火といえばさ、今月の8月27日でファイナルファンタジー14新生オールズや発売してから3周年なんですよ。でなんか運営さんまた14時間生放送っていうね、すごい大変だなって思うんだけど、なんかやるそうなんで、皆さんね、あのお時間ある方は、今月は土曜日だもんね、今回土曜日なんでね、あの皆さんぜひぜひ見ましょう見ましょう。で俺多分途中でギブアップしそうな気するけど、極力見るんでね、ちょっと今ね夏の楽しみなんだよね14の14時間生放送って。どんだけおじさん夏の楽しみねえんだよって思うかもしれないけど、ね、いや14には感謝だよねやっぱね。おじさんがこうやって YouTube やってんのもね14があったからだからね。でごめんルガディの話あんま聞いてなかった。で報告してこいっていうことだけは分かったわ。
なんか すごいこれなんかバグるんだけど視点が。おちょっとちょっと見た今の。今の見た？何今の？なんかすごいバグったんだけど。ねえ、カメラがさ、カメラが引っかかって自分のキャラだけ先に行ったんだけど。え、何今の？ちょっとキャプチャーできてたかな？びっくりした今。ああびっくりした。ああびっくりした本当に。まあいいや、はい。グレンサイ手形もらったけど。あざーす。え、これどうすんのこれ？いや、じゃなくて俺あのエモート欲しいんだけど。水着のにゃんこさん。これオーケストラ、あ、オーケストラ10個。あ、ネズミ花火またもらえ、あ、ボンバードブルーム、あ、違う、これじゃない。俺あれ欲しいんだけど、何あれ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 、あ、ちょ、見よう、テル来たな、多分そこのフレアさんだな。ちょっと待ってね。あ、これどうやってやるんだ、ここか。で今かき氷使えますねってテルが来たんだけど、これを受けていかなきゃダメってこと？え、これさっきやったよ？やったよね、これね。え、どういうこと？え、これどんどん増えていくってこと？あ、あ、アイス、アイス持ってこいって言われた。これで使うんだ、アイス。これさっきのやつだよね。ほら。ちょっとテルしよう。あ、今アイス要求されました。ああ、そうなんだ。アイスのクエストどんな感じ。あ、なんかいる。シーズナルショップ、ロランベリーシェ。うわ、価格600ギルとかで。おい、ちょ待って、俺見てこれ、600ギルで買えんじゃん。俺198個作ったんだけど、この前。あ、しかもちょっとロランベリー、あ、地味に高え、244だって、ロランベリー。でもロランベリーを自分で掘ったからな。あ、しかも作れる素材がここにあれだね、売られてるんだね。ロランベリーシェイプドアイス。マジか。そうだったんだ。俺バカみたいに、ねえ、メープルシロップとかも、嫁に作ってもらったのに。ちょっとマジか。そっか、なんか、まあ、いっか、動画のネタになったし、いいよね。いいよね。いいってことにしとこう。うん、悲しくなるからね、こういうの知っちゃうとね。そうか、そうか、そうか、そうですか、そうですか、吉田さん。そっか、そっか。まあ、でもね、プレイヤーに優しいよね。自分で作る人はやってね、素材をもう売ってくれてるっていうことだから。あ、じゃあそっか、俺筋肉さんでやるときとか、ララフェルでやるときとか、あとサブキャラのエッタちゃんはね、ちょっとどうしようかなと思ってるけど、そうだね、じゃあ素材買って作ってもいいよね。あとギルで物言わせて買ってもいいしね。あ、これ、あ、3個も使うの？いいよ、いっぱいあるから。キャ、冷たい。失礼、私はウルタフ生まれのウルタ育ち。暑さは得意ですが、冷たいものが大の苦手なんです。へえ。いや、ウルタ育ちでもアイスぐらい食えると思うよ。私の弱点を届けていただいたのは特訓のため。大炎獣との戦いで、火消しの戦士の、わけがわからないと言ってこいつですね。いや、わけわかんねえよ。早速筋肉を鍛える特訓を始めましょう。最高。俺大好きになったこの人。ブラックウォーリア最高。筋肉を鍛える訓練だよ。あ、クレ、特訓だよ。最高だこの人。私が練習地点まで素早く移動するので、あなたは私を探してください。なんだと。あなたに見つかるまでに目標値を達成してなかったら、冷え冷えのロランベリーシェイプドアイスを食べましょう。逆に私が目標回数を達成したら、あなたが食べてくださいね。どういうこと？いや、いい、食べるよ。一旦ロランベリーシェイプドアイスをお返しします。また手始めに目標100回で。何言ってんの？ちょっと待って、わけわかんない。何言ってんのこの人。あ、ちょっと待って、あの、フレさんについてこう。フレさんについていけば正解があるはず。あ、ない！そんなバカな。え、どういうこと？黙ってたらアイス食っていいんでしょ？じゃあ俺黙って待ってるよ。アイス食いてえよ、俺。
あ、見つかってしまいましたか。あまりに早くので目標達成できませんでした。残念ですが、あ、無念ですが、ロランベリーシェイプドアイスを食べましょう。いやいや、食べればいいじゃん。え、でも筋肉の特訓だからこの人いい人だよね。あ、食べてる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 で一口で食ったぞ。あー、芯から凍りつきそうです。これ以上ロランベリーアイスを食べたら体調を崩してしまいそうです。残る2つは何としても新たに食べていただきます。次の目標は500回では特訓再開です。スクワットスクワットしてるだけでしょ。しかも、あ、すぐそこにいたわ。いや、この妹欲しいな。スクワットの妹欲しい。ぐぬぬ、あと数分あれば目標達成でしたのに、また冷たいものを食べたらお腹を壊しそうですが、約束は渡しますよ。いや、この人面白いけどわけわかんねえわ。面白いなと思うけど友達には欲しくないタイプだよね。うー、体が冷えてお腹がゴロゴロです。こうなったら目にも止まらぬ速さで鍛錬を重ね、体温を許しかありません。いや、いいね、こういう筋肉バカ最高だよ。目標はドドンと1000回です。終わり良ければ全てよし。最後は必ず目標を達成します。さあ、最後の特訓の始まりです。これちょっと達成させてあげたいな。ねえ、達成させてあげたいよね。黙ってようかな。ちょっと待って、どこにいる、どこにいる。俺この人の横で俺も特訓するわ。どこどこどこ、なんかアイコンないよ。上とかいけないよね、上ね。あ、いた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 。うわうわ、すげえ、なんだこれ、おい、座布団持ってるぞこいつ。うわ、すげえすげえすげえ。俺この妹の方が欲しいんだけど。ちょっと待って、俺もちょっと待って、特訓する特訓する。ちょっと待って、特訓するにはね、あれなんだよ、あの学者になって、これこれこれ、ほら、ちょっと待って、俺もそのスクワットしたいんだけど、カツを入れるだろ、これだな。俺も特訓する、これほら、特訓特訓、これさ、今動画撮ってるからさ、動画見てくれてる人にはさ、ネタがわかるかもしんないけどさ、その辺にいたプレイヤーからすると、おい、あいつ何やってんだとか思われるよね。だってこのブラックウォーリアーのこの場所って俺にしか見えないでしょ。ちょっと話しかけてみよう。もういらっ、あ、これどっちにしてもダメなんだ、間に合っちゃうんだ。キャンセルしよう。だって50回でしょ。もう50回やったよね、この人ね。ほら、もう変わんないんだよこれ。そっか、目標達成させてあげたかったな、同じハイランダーとしては。ね、俺もちょっと腕にダンベル装備してさ、一緒に頑張ろうと思ったんだけど、身も心も凍りつきました。こんなことではレッドの振動を減らすどころか、ますます不安をかきたててしまうでしょうね。いや、多分ね、これはね、人間性の問題だと思うよ。かき氷食ってギャーとか言ってる人、そりゃね、不安をかきたてちゃうよね。打開策はさらに特訓を重ねるしかありません。もしよかったらまた特訓にお付き合いください。それから厚かましいお願いですが、特訓だけではなく実戦でもお力をお貸しくださいませんか。特訓の成果が上がらずとも大炎上は容赦なく襲来してきます。レッドウォーリアの負担を減らすためにはあなたの援護が必要なのです。では今回のところはこれにてお開きとしましょう。ヘールマガに私の特訓の状況をご報告ください。私は居残ってもう少し特訓に励みます。どうだろうね。でも座布団みてえの持ってたのはびっくりした。すごいね、あれはすごいわ。あー、俺ちょっとこの人のクエストいっぱいやろう。報告すると、ブラックウォーリアに代わってレオユー、次はイエローウォーリアの手伝いを頼みたい。詳細は例のごとく、ABU 単位じゃ何語に聞いてくれ。すごい音が、特訓の話は重要機密だ。重要機密なんだあれ。そっか、重要機密、ごめんなさい、多分動画にします。俺の話と食い違うところだと気にしなくていい。グレンサイの成功はあんたの肩にかかっている、よろしく頼むぞ。はい。火消しの戦士の秘密って、まあなんか秘密があるんだろうな。あ、これか、黄金か、こいつか。ちょっと こいつのもちょっと見よう。今度は引けずイエローウォーリーを手伝ってくれるのね。はい、3体捕獲、ちょっとめんどくさいやつじゃないのこれ。耐熱捕獲網、耐熱捕獲網っていうのかな。バイゴンボンバードをある程度弱らせてから、このうわー、これ
ちょっと大変なやつじゃねえ。ねえ、大変なやつだよねこれね。まあちょやるか。はい、でこいつか、グレンサイノさんか。あれ、これちょっと待って、待って、これさっきのやつ、さっきのやつだよね。いやちょっと待って、さっきのやつ受けちゃった。ちょっともう一回ちょっと火消してくるわ。ちょっとこの人の別にもういいわ。あんま面白くない。いや、なんでもない。あおり、はい。でこいつを何、弱らせろって。あ、ちょっと待って、弱らせるっていうか、あれだあれだ、あのあれリキャスト。ちょ、学者でうろついてたから、ちょレベル上げしたいなと思って気候室でやったけど、ちょっと間違いだったな、わかんねえや。爆発したぞ。え、これどうすんの。どえ、ちょこれなんか使うんじゃないの。弱らして、これおーしおし、3体もかい。これさ、レベル上がりきったジョブだったらどうなるわけ。だってレベル30でしょ、一瞬でぶち殺しちゃうんじゃないのこれ。どうなんだろう。あ、倒しちゃったよ。ダメじゃん。ねえ、これあれだよね、もう全ジョブ完走してる人ちょっと大変だよねこれ。俺完走してないからよかったけど。よし、ちょっと待って、これでオートアタック切って、アイテム、ちょ、はい。よし。なんかめっちゃ死にかけたけど。吹っ飛べこの野郎。で。え、こっち待って、サブコマンドでさ、イベント、あったあった。ちょっと。もうオートアタック死ぬぞお前。おし、オッケー。あ、ここでこれを使えってこと。え、爆発しあいつ落ちんじゃねえの、大丈夫。ありがとうよ、ボンバードを網から放ったらさっさとその場を離れな。はい、ほら火の玉、俺を丸焦げにしてみやがれ、おりゃー。なんかオチがなんか読める気がする。ドガーンじゃないのこれ。あ、全然なんか俺が考えてたことと違ったわ。百花刺激が足りねえぜ。どうだ驚いたか、こいつが守り手である俺の大炎獣の豪華に耐える特訓だ。え、ド M じゃん。しかしこれじゃ大炎獣の火力には遠く及ばねえ。レッドウォーリアの雷の方がよっぽど効くぜ。そうさ、レッドウォーリアを心配させないためにも俺はもっと強烈な火炎に耐えなきゃなんねえ。だから生きのいいボンバードを捕まえてきてくれ。協力してくれてありがとうよ。あんたはヘールマガに特訓の成果をぜ。俺はさらにイケてる英雄目指してもっと特訓していくわ。いや、これはあのレッドウォーリアってルガディンちょっと不安になっちゃうよね。だってド M でしょこれ。いや、でもあのレッドウォーリアっていうあの人もちょっとね、不安要素強いけどね。だ、自分の拳で火消せると思っちゃってるわけでしょ。ちょっとなんかね、危ない連中だよねこの人たちね。とりあえずじゃあ報告しようか。なんか今回すごい荒い編集になりそうだな。まあいつもなんですけどね。火消しの選手の仕上がりはどうだ。多分全員ダメだと思うよ俺。今後も彼らを鍛えてやってほしい。その時は ABU 単位ジャーナンゴに声をかけてくれ。大炎獣は頻繁に襲ってくるので時間がないようだ。グレンサイの成功のためよろしく頼む。大炎獣って何なんだろう。何が来るんだろうね。なんかでも出たよ。なんか出た。はい、どうだろうね今回は。なんか不安要素、この人たちの不安要素もあるんだけど、俺この動画がどうしようかがすごい不安なんだけど、なんか極力ネタバレ避けたいんだけど、でもシーズナルだしいいかなとも思ったりもするんだけど。レッドウォーリアより先に駆けつけてくれ、助かった。ん？なんだこれ。
な、え、あ、え、は？は？え、違う、え、え、これプレイヤーキャラクターだよねみんな。え、どういうことこれ？え、なにこれ？え、どういうことこれ？え？え、これの、の、え、ちょっと待って、乗ってなきゃダメってこと？この、これ、なんかそれっぽいよね。これ乗ってなきゃだ、え、なんかた、え、あ、あ、え、ちょっと待って、全然わかんない。なんかみんなあれ乗ってるよ、だって。え、あれ乗んなきゃダメなの？ちょっと待って、俺、え、え、どういうこと？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 これでいい？ちょっとこれのとこ色違うけど、え、なに、え、だってあれ乗るとこないよね、ないよね。そ、あ、赤木なんとかでしょ。え、別にこれ乗んなくていいよね。え、乗んなきゃダメ。え、どういうことどういうことどういうこと、ちょっとマジわかんない。ああー、なるほどなるほどなるほど、もうねえ、あー、そっかそっかそっか、もうこれフレノさんに教えてもらったよそっか、こんなとこにいるんだこれ、マジか。もう困ったらフレさんについていくっていうことですよね。やっぱ MMO はそういうもんだよあのね、皆さん、あの、困ったらその辺の人に聞いてみましょう。こういうのは分かんないときはね、もう聞くのがいいよね。それにしてもだけど、これこんだけいっぱいいると気持ち悪い。なんか虫みたいだもん。これどうだ、14やってる人ならさ、この光景、このなんかやっぱシーズナルイベントとかが出るとこうね、みんな集まってくるっていうのはわかるけど、これ全く知らない人がさ、この光景をパッて見たらさ、どうなのこれ。これうわー、これはねえ、テロップ入れとかないと分かんないよね。これはファイナルファンタジー14の映像ですって入れとかないと分かんないよね。すごいなこれ、すごっ。テルしよう。これだけいっぱい同じのがいるとちょっと気持ち悪いですねってテルしていこうフレンド、このね、この方も超いい人なんですよね、ほんと結構テルくれるんですよね。あ、出た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 、録画停止しようと思ったら出た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 、どうすんのこれ。ちょっと待って、シンクシンクシンク、レベルシンク、え、どうすんのこれ、ちょっと待って、何、どういうことこれ。あ、これビューってやれってこと？ちょっとこれ人いすぎて無理だって。は？何これ、おい、ちょっとまだ達成されたことになってないんだけど。ああ、ああ、また来たぞ。あ、あ、どういうことどういうことどういうこと、何すんのこれ、どういうことは？え、なんかみんなこの辺に溜まってんだけど、どういうこと、え、え、え、何、え、うわー、ちょっとは、これスノーマンの人たちになんかかけんのかと思ったよ。え、これ当たってんの？ちょっと人いすぎてこれねえ、え、あ、でもなんか手形もらえた。
え？これ最高評価だったらいっぱい手形がもらえるとかそういうことなのかな。え？吉田？イエーイ。え、おーイエーイ。さすがはあんた、あんたの子。表情が変わってる。はい。はい、というわけでグレン祭のイベントでございました。まあほぼほぼなんかちょっとまだ編集してないんで何とも言えないんですけど、なんか編集する前から僕めちゃくちゃ不安なんですよ今。どうしようこの動画っていう。まあどんなものになってるかはちょっとね、まあここまで見ていただいた方はわかると思いますけど、今おっさん自身はまだ編集を全くしないのでどうなるかわかりません。はい、一応だからこれでね今後枠撮ってますけど、どうしようなこれ。基本的になんかああいうねカットシーンは今回ちょっとカットした方がいいよね。まさにカットシーンをカットするってちょっとよくわかんない日本語になりましたけど、あれはね皆さんの目でぜひ見てほしいので。というわけで2016年グレン祭でございました。どうしようこれマジでどうしよう。はい、そんな感じでございましたけども、ご視聴ありがとうございました。さようなら。あ、サムネイル撮影してこよう。